飯盛町づくり飯盛町づくりは、明治時代初期の日本の物理学者。1884年33歳の時ドイツのフライブルク大学に留学し、エミール・ワールブルク教授の指導のもとで反射光を利用する真空式微量天秤を考案し、ガラスその他の物質に吸着される水分の量を測定する研究を行った。その研究論文により、 ドクトルフィロソフィーの称号を与えられた。また、その功績により、微量天秤の先駆者と呼ばれている。基調後は、物理学の教育に尽力をした。日本の放射科学の先達、飯森里康の養父であり、学府でもある。日東十脚の一人である。1851年8月24日、非全国宅有で生まれた。記事を、現在の探し推挙校。 赤松町とする説もある。1869年、20歳の時石を志して上京し、外務省用語学所に入学してドイツ語を学んだ。卒業後、1874年にドイツ、語教員心得として、東京外国語学校の雇いとなり、翌1875年、東京医学校の雇いとなり、1877年、同校は、 東京大学医学部と解消された際に助教となった。当時の医学部は予備5年、予科3年、本科5年で、教授はほとんどドイツ人であった。その年の予備4級生、入沢達吉によれば、予科でも理科学の商法を教えており、イ井森は物理学を教えていたという。この頃、下山淳一郎、丹波慶三と出会い修正の友となった。 1878年、ハブミユキナナの長女生徒結婚指針教を本郷菊坂課長に構えた。翌年、最初の研究、高専分極論を東京薬学新史に発表した。また、ミュルレル現長を翻訳した物理学も1879年から1880年に出版された。物理学は、その後20回以上開版し、 唯一の和書の物理学教科書として、医学、薬学関係の学生を中心に、1920年代まで広く使用された。1881年、下山淳一郎、丹波慶三と共に、東京大学医学部の助教授となったが、志は、医学から物理学へ移っていった。1882年、ゆ森は、慈悲で、 フライブルク大学へ留学することになり1884年6月17日に留学を許可されている。森大外もこの日同様に留学許可となっている。フライブルク大学に提出した学位論文の表紙 E 森はフライブルク大学でワールブルク教授の指導のもとに真空微量天秤を開発しガラスの表面に吸着している水の質量の計量をはじめ 各種の物体上の吸着現象を研究し、1885年9月、ストラスブルクで最初の研究を発表した。留学期間1年半では十分ではないとして、丹波慶造、飯森町づくりの連盟で、基調延期願いを1885年11月に提出し20ヶ月の延期が認められ、1886年1月に、 ワールブルク教授と連盟の論文を提出したさらに、メシモリは2月に第2の論文を投稿し、これら2つの論文をまとめ学位論文として、フライブルク大学に提出した。翌1887年3月ドクトルデアフィロソフィーの学位を授与された。さらに、微量天秤の感度を上げ、多くの物質の表面上の水の吸着について、包括的な実験をし、 第3の論文を完成した。1887年6月、飯森は下山、丹波と共に帰国し、7月には第4高等中学校の全身教諭兼教頭となり、金沢に赴任した。1888年には下山、丹波田8名と共に、私立役学校を東京に創立した。1893年に第4高等学校を退職し、 女子高等師範学校の教授となって東京に戻り私立役学校や再生学者で物理学を講義した。その傍ら物理学を補充するとともに物理学の入門書を2冊出版した。日本で最初の女性の理学博士となったホイコノは女子高等師範学校ではイーモリから物理学を学んだ。ホイは同校を卒業後、 岐阜県立岐阜高等女学校の理科の教師となった。飯森は、ホイに対し、高等女学校向けの物理学の教科書を書くことを進めた。これを受けて、ホイは原稿を書き上げた。しかし、飯森の尽力にもかかわらず、女性が書いたという理由で、文部省から出版の許可がおりなかった。ホイはこのことを大変悔しく思い、生涯にわたって、 研究論文以外に書物を表すことをしなかった。この後、軽い脳一血を患ったが、講義は続け、教育者として指定の能力を伸ばすことに傾注した。1910年に、東京女子高等師範学校の校長代理になったが、病気の再発があり、東京薬学校以外の公職をすべて辞任した。次第に、病状は悪化し1916年3月6日、 その65年の生涯を閉じた。生徒の間に、次男三女を設けたが、男子はいずれも溶接したので1904年金沢の、下藤里公の次男里安を養子死とした。里安は、蝶作りの次女行くを妻とした。飯森が考案した微量天秤は、従来の静止質量を測定するだけのものと大きく、違っていた。その特徴は、天秤全体を、ガラス症で覆い、 真空ポンプで排気することにより、雰囲気を真空から大気圧までの任意の圧に設定できる。エーテルの気化速度を調節することにより、雰囲気の温度を調節できる。ガラス章の一部に窓を設け、竿の中心に取り付けた小さい鏡に光を当て、離れたところに設置した尺度状に反射光を投影させることにより、竿の微小な傾きを拡大して読み取れるようにした。 その結果、質量の時間的な変化を連続して測定できるようになった。この微量天秤によりこれ、以後、密度、原子量、吸着、吸収、膨張係数、磁化率、蒸気圧、浸透圧、表面張力、粘土、流度分布、化学平衡、反応速度などの研究が容易に行われるようになった。上図において、左側が、 天秤本体を示し、右側がシステム全体を示している。フィグ2の中央にあるガラス小 G の中に天秤本体が収められている。天秤の竿は長さ8センチメートル太さ1ミリメートルの両端を洋風したガラス管でできている。中人 M はよく研いだカミソリ編で風呂で竿の中心に取り付けてある。中人 M は 垂直な真鍮製の柱 M の上に取り付けてある、刃受けの上に置かれている。この真鍮製の柱は2つのネジで、小さな台 T に固定してある。中陣の両側には小さい、曲がったガラス管 G が接着してあり、鏡 S が取り付けてある。この鏡は特に選ばれた、顕微鏡用、デッキガラスを銀メッキしたものである。サオの質量は0 2 1ムで、 中陣 M の先端と2個の単陣 E の先端は、正確に直線になるように差を曲げてある。単陣の上には屋根型の真鍮製の刃受け、L を乗せ、刃受けには、細い白金製の針金の輪、T を付け、測定物を吊るせるようにしてある。白金製の針金の輪と刃受けの質量は 0.024g である。鏡から 272cm 離れたところに、 垂直の尺度を置き、鏡を介して望遠鏡でメモリを読み取るようにしてある。鏡の下場に感度調節用の白金の小片 P を取り付けてある。感度は、表量 0.6g の時 0.1mg が30目星に相当し、0.8g の時26メモリ、1.0g の時23.1メモリに相当する。フィグ2においてガラスには、 鏡を見通せるように窓を設け、厚さ 8mm のガラス板球が取り付けてある。缶の A 端からコック H0 を通して、B から水銀ポンプで排気するようにしてある。M は圧力を測定するためのマノメーターである。コック H1 を通して、C 端にはコス酸カリを入れたフラスコが接続してある。コック H2 を通して、D 端には水を入れたフラスコが接続してある。 そのフラスコはエーテルを満たした容器 F に入れてある。その容器はコルクで蓋をしてある。そのエーテルに空気を通すことにより、気化洗熱で天秤の雰囲気を足す、摂氏5度から室温までの間の任意の温度に保つことができる。フィング1の竿の右端についている球形のものは、ガラス表面への水蒸気の吸着を研究するためのもので、直径2センチメートル。 重さ約 0.4g の薄肉のガラスでできている。下側には 5mm の穴が開いていて内面にも水蒸気が吸着するようになっている。上側には引っ掛けるための小さい鍵が誘着してある。エーテルと天秤を収めてあるガラス氷の内部の温度は普通の温度計より10倍精度の高い温度計で測定するようにしてある。1884年8月24日。 横浜からフランスの客船で10人の留学生がヨーロッパに向けて出発した。メンバーは森林太郎、片山国香、丹波慶造、長代昭吉、田中翔平、宮崎道三郎、熊川宗夫、萩原三景、穂住安家、飯森町づくりであった。それぞれの留学目的、留学先は異なっていたが、マルセイユまでは一緒であった。 森尾外は公開中のことを、こう西日記に書き留めている。この中で自分を含め10人のメンバーを、日東十脚と名付け、日東十脚家を作った。これを見るといい森は、かなりの主語であったことが伺える。事実、留学先で、ドイツの学生と飲み比べをしてかった、という話が残っている。結英川は、川を飲み干すと読む。五行目、報告語はフランス語のこと。 丹波の行は、丹波何ぞひての豪気な木や、風等に相符ごとに、昭ませりと読む。七行目、老萩とあるのは、萩原三景が最年長の四十四歳であったから、萩原は二回目の留学であった。この行は萩原が、ドイツリーートを朗々と歌い上げている様子を、表している。高西日記によると一行は出発後十五日目の十月七日に、マルセイユに到着し、 翌8日に市内の写真館で記念写真を撮ったとされている。しかし、この写真はその後長らく所在が不明であった。撮影から110年後の1994年に一行の一人である宮崎道三郎の孫、宮崎誠が所蔵の写真に森外が写っていることに気づき、東京、千田木の外記念本郷図書館に送ったことから、所在が明らかになった。 この事実は、朝日新聞1994年6月29日号に、幻の写真として掲載された。森鴎外は帰国の際、カンアズマ日常という短い日記を記している。その中に、この写真について興味ある記述がある。なお、馬祭は、マルセイユの当て字である。28日、馬、木馬祭、投げ火、客観壁刀剣大者真幅。 おさむしかもみの、のりこう西日記書斎日頭十0脚の図なり、与党、堂々七尺からだ、都市髭やつため基金移住の、県被害何タイル。ありがとうございます。